はい、どうも石原です。今回の動画のラインナップはこちらです。新型 iMac 24インチの発売日が21日か、そして M1 搭載の iMac のギークベンチスコアで全世代を圧倒か、さらには M1 搭載の iPhone 13 Pro の新コンセプト動画が出ましたので詳しくご紹介したいと思います。どうぞ動画の方最後までご視聴ください。またテック好き石原さんというツイッターアカウントを僕は運営しておりまして、このチャンネルで発信している iPhone の情報や Apple に関するリーク情報、さらにはガジェットレビューなんかのつぶやきなんか、最新のテックニュースなんかをつぶやいておりますので、ぜひこちらのテック好き石原さんのフォローもよろしくお願いいたします。はい、では本題です。新型 iMac 24インチの発売日が21日かという話題になっております。これはカナダのツイッターユーザーでありますジーン・フランシス・ロイ氏が注文した、自分が注文した M1 搭載の iMac のステータスが輸送中に変わって5月21日に到着するとのね、通知を受けたとツイートしました。これはね、2021年4月21日に発表されて、そして4月30日に予約が開始された M1 チップ搭載の新型 iMac の初回予約の受付分だということになっております。で、発売日が5月の後半ということになっていたんですが、このツイッターユーザーからは5月21日に到着するということなので、どうやらその日が発売日ということになってきそうです。で、ちなみにその M1 iMac、 さらには M1 搭載の iPad Pro、 そして僕も注文いたしました Apple TV 4K についても、 Apple は発売予定としては5月後半としていまして、その iPad Pro に関しても各キャリアですね、ドコモとか au とかソフトバンクについても、5月後半、5月末ということで、具体的な日程はまだ公式には発表されていませんが、このように5月21日に発売するということで、断定的に認識しておいていいかなと思います。なので、もうあと1週間ぐらいで、注文した方、新型 iMac、そして新型 iPad Pro、そして僕のように Apple TV 4K を注文した方は、その日ぐらいに到着すると考えていていいと思います。はい、そしてそんな M1 搭載の iMac のギークベンチスコアで全世代を圧倒かというね、情報が上がってきました。これは海外メディアであるマックルーマーズが報じた内容なんですが、 M1 チップ搭載24インチの iMac のそのギークベンチスコアが報告されました。その同じデバイスのスコアと 21.5 インチ iMac のハイエンドモデルのスコアを大幅に上回ったとしております。そのベンチスコアを計測したモデルがM1 チップ搭載の8コア CPU、 そして7コア GPU を搭載した24インチの iMac のエントリーモデル、さらにはその対象としては 21.5 インチの iMac、 そのインテルコア Core i7-8700 を搭載した iMac を比較しております。で、M1 チップ搭載の24インチ iMac のギークベンチスコアは公開されている、3つのスコアを平均すると、シングルスコアが1724、そしてマルチスコアが7453ということになっております。で、比較の方がこのようになっているんですが、数字の差がわかると思いますが、こちらのシングルスコアで 56%、そしてマルチスコアで 24% ほど 21.5 インチの iMac のハイエンドモデル、ね、ハイエンドモデルより高速化しているということで、海外メディアのマックルーマーズが報じております。で、やはり 21.5 インチのハイエンドモデル、ね、フルスペックとかハイエンドモデルよりも、M1 搭載のエントリーモデルの方が、ベンチスコアが高いとなれば、今年後半2021年に発売が予測されている新型 iMac の32インチの期待もかなり高まっているところなんですが、実際その M1 チップではなくて、そのハイグレード版である M1X もしくはグレードアップされた M2 チップを搭載すると言われているので、かなりスペックアップした新型 iMac に期待が持てると思います。ちなみにね、MacBook Pro 16インチの新しいモデルもまだ出ておりませんので、今年後半に発売とされていますので、僕の中ではその MacBook Pro 16インチに M1X もしくは M2 搭載してこえばもう即ポチでございます。本当に期待したいところです。はい、そして、M1 搭載の iPhone 13 Pro の新コンセプト動画が出てまいりました。以前の動画で M1 を搭載した iPhone が発売される可能性についてご紹介しました。
で、今年発売される iPhone に搭載するのか、来年か、はたまた2023年かというところで、いろいろ情報は今混在しているんですが、実際は今年か来年か再来年というよりも、確実に Apple は iPhone に Apple Silicon を搭載してくる可能性は高いということになります。で、この M1 搭載の iPhone 13 Pro の新コンセプト動画については、海外メディアの 925Mac や iMore が大々的に報じております。で、M1 搭載ということで期待が高まっているところではあるんですが、その他にも注目すべき点はいくつかありまして、ノッチですね、コンパクトに、ノッチがコンパクトになるということで、ノッチがあるかないかにしては、ノッチがないことはなくて、ある。ノッチは iPhone 13 にはあるんだけど、まあ、コンパクトになるということだったんですが、このコンセプト画像は、には度肝を抜かれております。はい。こちらです。見てください。iPhone 13 Pro のノッチの部分なんですが、まあカメラ部分のユニットについては、まあカメラが4つついていて、まあその上がライダースキャナーなのかとかいろいろね、カメラユニットの部分に関しては出っ張ったり、凹凸が激しかったりとかいろいろ出ておりますが、まあ、そこはちょっと置いとくとして、ノッチ部分です、皆さん。M1 搭載も驚きですが、ノッチが突き出しております。つまり内側にノッチが、入っているのではなくて、外側にノッチを配置するという斬新なデザインのコンセプト動画になっております。つまり本体の外ですね。本体の外に突き出したような格好になって、iPhone の上側の、まあ、片側にノッチが移動するという形になっております。これはなかなか斬新なんですけど、形がちょっと歪になっているので、これはなかなかね、まあ面白いとは思うんですが、Apple としてはちょっと違う感、これはね、なんか Android とかにはありそうですが、iPhone にはちょっと厳しいのかなという部分がありますが、まあ面白いコンセプト動画になっております。そして、M1 が搭載した iPhone ということで、まあ、普通に考えると、この M1 搭載についての可能性を普通に考えておきますと、iPad シリーズには iPad、そして iPad Air、そして iPad Pro が存在します。で、そのうちの Pro シリーズに今年発表された iPad Pro に M1 チップが搭載してきました。つまり iPad に M1 が搭載されて iPad OS がそれが実装可能であるならば、もちろん iPhone の iOS にも搭載可能だと思います。そこで考えてみると、2021年に iPad Pro に M1 を搭載してきた Apple が2021年に発売される予測のある iPhone 13にそれを搭載するのか、それとも2022年、2023年なのかというところなんですけど、これ非常にサプライズ的なところもあると思いますが、実際は2021年の iPhone 13 Pro シリーズに M1 搭載という流れもなくもないと僕は思います。M1 搭載の iPhone を今年発表しなければ、まあ発売しなければ、2022年になるわけです。2021年の前半に M1 を搭載した iPad Pro を発表しておきながら、あと、それから約1年、半後に iPhone に M1 を搭載してくるのも少しちょっと遅いかなという感覚はあります。まあ今までの Apple イベントとかを見ていくと、意外と iPhone とか iPad に関してはサプライズがいくつか用意されていたりします。で、今回の iPad Pro には M1 が搭載されておりますので、iPhone 13 シリーズのまあ Pro シリーズがまあ、すべてのシリーズ化はちょっとまだまだね、不明なんですが、今回の iPhone 13 シリーズに M1 が乗ってくる可能性ももちろん期待しておくべきかなと僕の方では思っております。また iPhone 13 のノッチではなくて iPhone 13 のベゼル部分については、僕はこのようにね、以前テック好き石原さんの方でツイートさせていただきました。白ベゼルがいいか黒ベゼルがいいかみたいなところで投稿させていただいて、まあこの YouTube チャンネルのコメントでは白ベゼルはないわとか、それはダサいとか、そういうコメントが結構多かったんですよね。で、Twitter の方でもこのように投稿して、その結果、やはり黒ベゼルがいいという方のコメントがね多かったですね。で、僕の個人的な意見としては、その白ベゼルになることでおしゃれ感は増すと思います。なので白ベゼルありかなと僕的には思っておりますが、一つね、ツイッターのコメントでもあったんですが、白ベゼルにしてしまうとノッチの部分が白になってしまいますので、
ノッチが目立ちすぎるというね、コメントがありましたので、まさしくそうかなと、僕もね、それにね、同感しました。同感しました。なので、白ベゼルはね、おしゃれでかっこいいんですが、ノッチがちょっと際立ってしまうかなという懸念があると思うので、まあ、新型 iMac シリーズのカラフルなデザインの、まあ、白ベゼルのものが、まあ、iPhone にもカラフルにラインナップされるという予測のうち、そのベゼルが白になることはもしかするとね、可能性としては、ちょっと厳しいものがあるのかなと思っております。はい。ということで、今後もこのチャンネルでは最新の iPhone の情報や Apple に関するリーク情報、さらにはガジェットレビューなどの動画を毎日夜8時にお届けしておりますので、ぜひチャンネル登録していただいて、定期的な情報収集にお使いください。本日も最後までご視聴ありがとうございました。はい。ではまた次回の動画で。